皆さん、こんにちは。岩ナビトンの岩永です。ですね、これから、先ほどね、の動画でアップした、セレクトしたものを、キャプチャー1の方に読み込ませていきます。私の場合、ワークっていうね、ワークスっていう、こう、仕事関係の、カタログを作ってますので、それにイメージをインポートしていきます。はい。で、ちょっとね、見せられないものもあるので、ホルダーはちょっと控えさせていただいて、で、先ほどね、セレクトしたもの、セレクトホルダーですね、を、すべてインポートしていきます。まあ、プレビュー作るのとかがね、だいぶ時間かかるよね。よいしょ。そして結構バラバラの光のものがあるので、こうやって、ざっくりね、まず一枚一枚やっていきます。で、もうね、これプレビュー作成させながら、やってまいります。よいしょ。こんなもんでいいかな。よいしょ。そして、ある程度ね、まあ、ここまでは、この5枚はだいたい一緒だろうということでね、まあ、コピーを、設定をコピーさせます。はい。よいしょ。オルトキーを押しながら一回確認。はい。こんなもんでいいやね。そして次。ちょっと明るくしなきゃいけないものがあるね。よいしょ。こんなもんで OK。よいしょ。これはかなり輝度差が激しいので、ちょっとシャドウを上げながら、ハイライトも下げる。で、もうちょっと明るくしても大丈夫そうだね。よし。ってことは、これとこれは似たようなものだから、次行こう。これをコピーする。で、今、1600枚から、841枚まで行ったという、絞ったってことですね。まあ、これ全部納品すると大変なので、もうちょっとね、やってはいきますが。よいしょ。これぐらいでいいや。はい。もうちょっと空のテクスチャー出したいかなとかっていうことでこうやってやっていきます。で、あとは大体似たようなところなので、これは3枚は一緒だよね。よいしょ。はい。ちょっと明るすぎるね、この写真だけね。もうこの時はざっくりです。よいしょ。ざっくりなので、ここまでこうまとめて、シフトを押しながら、一回読み込ませ、あ、間違った。よいしょ。まあ、この写真とね、さっき、このグループで、ここまでの写真は一緒なので、シフトを押しながら、バリアントへ調整を適用していきます。よいしょ。はい。もう後から調整でいいです。OK。
けいい。で、あんまりお見せしたくない誓約書とかね。これまたちょっと違うね。よし。これはもう後からにしよう。よし。島三択のやつなんでね。これは別途にしておきましょう。で、別途にするって時に私がやるのは、カラータグで赤をつけたりとかします。まあ、いいか。シフト押しながら1とかでやるとなんか、なんか違うね。あ、なんか、下まで行っちゃった。これまとめてなんかできたりするんだっけ？レーティング3ぐらいつけとこうか。あ、違うなぁ。あれ？これ、まとめてカラータグってできなかったんだっけ？いや、ゼロで。じゃあ、ここまでを。カラータグ。これつっていけるのかな。と固まったぞ。よいしょ。なんかこれでいけるんだね。マイナスキーでカラータグつけられそうなので、よいしょ。よいしょ。これはマイナスキーでカラータグつけていこう。よいしょ。まあこうやってね、こう、同じフォルダに入って、同じ、まあカタログでね、作業している中でも、分けていくことが可能です。はい、はい。で、ここからもう一回元に戻りますね。ちょっとね、今日納品しなきゃいけないのでね、急ぎます。よいしょ。まあ、ここの辺りざっくりでいいよね。よしよし。OK、OK。あ、違う。違うとこは取っちゃった。こっちから取っといた方がいいよね。よいしょ。まあまだプレビュー作成中だから結構時間がかかってるかな。よし、OK。はい。はい。はい。うん、ちょっとね、寒色系にしてみたりとかしながらね、やっていきます。で、今回の納品は、老元像がね、終わった段階での納品を考えてますので、ここをね、ちょっとだけ、まあ、時間かけてやると。で、先ほどのセレクト自体は、だいたい40分ぐらいで1600カット終わってます。よし。これは、さっきの青木さんの写真から持ってくればいいよね。これと多分に近しい形。近しい、もの。まあ、シチュエーションなので、そっちから持ってくると。よいしょ。はい。およい、こうね。はい。大丈夫そうだね。はい。こうしてこうしてこうやね。はい、OK。ちょっと明るさが変わってきたので、これはまた別途にしよう。よいしょ。まあ今回のね、撮影での難点は、ここが反逆
降だったっていうところぐらいですかね。なのでその反逆光をどういう風にね、現像するかっていうのを考えながら今やってます。本ちゃんの現像でどうしようかなっていう感じですね。うん、ちょっと影がきつくなってますかね。私は大丈夫そうだね。青木さんにピンがいってるのね。これも一緒でいいだろう。まあまだね、これは二次セレクトとかやるためのものですからね。はい。あ、これ違うわ。まあいいか。ああ、大丈夫そうではあるか。ちょっと明るすぎて。なのでこれもまた別途。はい、はーい、はい、 OK。 白熊のこの時はここのテクスチャーがどれぐらい出すのかっていうところとかね、見ながらやるってことが肝ですね。はい、はい、 OK。で、今回は多分 Web で使うことが主体となるので、Web 用の設定、モニター設定でやってます。はい。まあ、ここまではざっくり一緒でいいかな。よいしょ。うん、大丈夫そうです。はい。そして。これなんか違う。あ、大丈夫そうか。ちょっと明るくしすぎてるかな。もうちょっと締めた方が良さそうだね。OK。はい。ここまでは一緒で良さそうだね。よしよし。はい。よいしょ。じゃあもうあとは一回ざっくりと当てて大丈夫そうですね。ここから天候が安定してるので、まあ多分そんなに変なことにはならんだろう。いう予想のもと、と変わってくるのがここまで違うな。もうちょっと先まで大丈夫か。あ、ここだね。ここまでちょっと一緒の設定で適用させてみましょう。はい。心配なのは後半の方かな。あ、やっぱりなんか若干違うね。ということは、後半の方は、ちょっとだけ夕方チックな写真にしてあげましょう。よし。じゃあ、どこまで戻んなきゃいけないのか。まあ、大丈夫か。うん。これじゃあ一回適用してみよう。ああ、まあ、これぐらいの方がいいのか。よし。じゃあ、まあ、これぐらいにしとこうかな。よいしょ。はい。OK。はい。どこから切り替えるかだな、これ。
まあ、いっか。あとは厳密にやってきゃいいから先行こう。よし。ああ、全く解けちゃいませんね。これね、面白いな、やっぱ。うん、いい写真。よし、次エアギターの方行きます。当ててないのはこっちの方からさ、ここからか。よし、ちょっとだけ、まあ、日が落ちてきましたからね、これね。ちょっと。よし、OK。うん、大丈夫そう。よし。まだまだね、一次セレクト終了段階ですからね。よし、このまま全部当ててみようか。どこまで？ここまでか。よし。こっちの色の方がいいな、多分。うん。じゃあ、こっちにしましょう。よし。よいしょ。OK。ここでもう一回シチュエーションが変わるんで、パラメータを当て直します。よし。ハイライトもうちょっと抑えて、空の色味って出るかな？出るね。OK、OK。今回の写真は、フィンランドの方ね、オールチの方の広報でも使う可能性があるということなので、そこもね、加味しながら何カットか入れとかなきゃなっていう感じはありますね。なので事前にね、ポーラーベアピッチの方の、写真のテイストとかね、どういう写真がまあこの本国オール市の方で、求められているのかとかもね、実はリサーチしてたりはします。まあ、世界のね、各国、国によって結構違うので、ある程度ね、テイストを合わせたものもね、用意しといてあげた方がいいかな、と
というふうに考えてますんでね。ああ、ここぐらいまでは一緒くたでいいかな。いけるかな。よし。よいしょ。うん、ちょっと HDR がきつい気もするけど、うん、これがね、オール風だったんだよね。まあ、後からちょっとだけ調整しよう。よいしょ、これは OK。いいな、こういう。これちゃんとピント合ってるよね。大丈夫だよね。あ、大丈夫だね。オッケーオッケー。あと13分ぐらいで全部の読み込みが完了するので、そうしたらね、それまでにこっちの若干のパラメーター当てを終わらせたい。よいしょ。で、どういう飲み物がここに用意されてましたよ。とかをね、スナップ的に撮影を行ってます。暗いんだよね、ここね。次、まあ、1.8 はやりすぎなんだろうな。よし。で、私はですね、ホワイトバランスに関してなんですけど、後から調整するので、まあね、ロー現像やるから、オートで撮ってますね、今回。ちょっとだけ黄色見たそう。よし、オッケーオッケー。よいしょ。あ、青い。めちゃくちゃ青い。こっちにすると青いから、もうちょっとだけ。よし。よし、こんなもんだね。オッケーオッケー。よいしょよいしょ。ポチ。で、これも、マイナスにしといた方がいいんだよね。よいしょよいしょ。これは一色たでいい。オッケーオッケー。これなんか違う感じで仕上げとこうかな。これぐらいか。よし。うん。うん。これもまたちょっと別体だね。よいしょ。あ、これマイナスでいいや。これ後からの分。OK。はいよ。で、こいつは納品用。もうこれは綺麗だね。そのままで良さそうだな。ちょっとだけいじるか。ちょっと黒で押し締めて、この毛並み感をもうちょっとだけうまい具合にして。はいはいはい。よし。じゃあ、あとは大丈夫かな。あとは色味を統一させてやってみよう。よいしょ、いいよ。どう？こっちは。悪かねえな。ちょっとコントラストが高すぎて、黒が締まりすぎてんな。この後。ちょっとここのテクスチャーがなくなってるから、もうちょっと出したいけど、やりすぎたね。こんなもんだね。よし、じゃあ、こっちもマイナスをつけていきます。
よいしょ、よいしょ。大丈夫、ほんと。あと、これは、ということは、よいしょ、これ。だいたいこれで終了ぐらいだね。OK。よし。はい。まあ似たような感じにして。いや、これ俺のんじゃねえか。消しとこう。よいしょ。はい。これで一通り、こう、当て終わりましたね。うん。ある程度のパラメータを当て終わった状態で。840カット。けど、ちょっとね、お子さん用のやつがあるので、51カットは別ってことですね。で、じゃあですね、この、789カット、51カットはちょっと別の、まあ、個人的な納品になるので、それはまた別体。では、これに対して、私はある程度、まあ、パラメータ当てて、ざっくりですけどね、まあ、どういう写真があるのかっていうのを確認を取ったので、この中でね、バッチリネームをかけていきます。はい、20年の01月11、これはね、もう完全に相手方が分かりやすい名前をつけてあげるっていうのが基本になりますからね。BBP。まあ、ポーラーベアピッチの略称なんですけれども、20年の1月11日の、ポーラーベアピッチの写真ですよ。で、これで、4桁カウンターにしてリネームを一度かけます。よいしょ。これがリネームですね。なので、ここのね、カラータグの中で、先ほどね、お子さんの写真は除外しましたよね。なので、赤はチェックを外した状態で、納品用。なので、仙台市さんの方に納品するものに関して、リネームをかけました。はい。じゃあ、次。ここは、相当は名前のままでいいや。OK。はい。これで、まあ、ひとまずね、789カットか、は、納品準備が完了したということですね。で、ここから厳密に、やっていきたいんですけれども、まだ、ちょっと時間がね、かかるので、それはそれで、あ、まだバッチリネームされたっていうのは、まだ、続いてるんですね、これね。なので、ここから、厳密に一枚一枚見ながらですね、こっちの写真の方がいいとかっていうことでレーティングをつけて、納品の準備に入っていきたいと思います。それではですね、次の動画でお会いしましょう。岩ナビトンの岩永でした。